2回の裏スワローズの攻撃、バッターボックスには6番エスコバー。スワローズ1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、序盤でもう 2,3 点取っておきたいところですね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。2球目打ちました。この当たりはどうか、スタンドには届きません。先頭バッター出ました。赤星さん、今日はエース対策がズバリハマったと言っていいんじゃないでしょうか。そうですね、序盤でエースを攻略できたというのは非常に大きいです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。6番バッターエスコバー。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。2球目打ちました。サードランナーホームイン。スワローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、9対1。バッターボックスは6番エスコバー、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。三塁線ライン際フェアになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスエスコバー、今日はここまで4安打を記録しています。いやー今日は大当たりですね。すさまじい集中力を見せています。スワローズこの回は打者一巡の猛攻となって、3球目打ちました。これはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁でストップ。スワローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。